皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今日は円の面積を求める公式についてお話しします。面積に入る前に、これまで学習した円について復習しておきましょう。ここに円が書いてあります。そして各部分に丸1から丸4まで番号が振ってあります。この番号の部分、名前を思い出しましょう。1番はこの円の真ん中にある点ですね。これってコンパスで円を描くとき、ここに針を置くんですよね。これ丸1は円の中心です。丸2は円の中心から円の隅まで、ね、引いてある直線、これは半径ですね。半径。そして丸3は円の中心を通って円の端から端まで、ね、引いてある直線ですね。これは直径と言いました。直径です。直角の直ですね。この直径の長さって半径の2倍になっていましたよね。直径は半径かける2、こんなふうに表せますね。そして4番はこの円の周りです。この円の周りのことを円周と言いました。4番は円周です。この円周の長さは直径かける 3.14 という式で求められましたね。円周は直径かける 3.14、 ね、こういう式で求めることができました。では今度はいよいよ円の面積に入っていきますね。円の面積の求める公式、もう最初に書いちゃいます。円の面積は半径かける半径かける 3.14。 この 3.14 は円周率という名前がついていましたね。そうです。円の面積は半径かける半径かける円周率、半径かける半径かける 3.14、こういう式で求めることができます。ではなぜこの式で求めることができるか、これについてお話していきます。ここにやはり円が書いてあります。そしてちょうど真ん中に赤い線で直径を引いてあって、他にたくさん直径を引いてあります。で、この直径の線に従って切ったものを、この赤から上の部分を上の部分に、赤から下の部分を下の部分にして、2つをこう合わせるとこんな形になるんですね。この幅がまだちょっと大きい時には平行四辺形のような形になるんですけれど、これを細かく細かくしていくと、実はこれ長方形になるんですよ。長方形の面積の出し方って、縦かける横、こういう計算で求めることができましたね。その縦の部分、この円を切ってできた長方形の縦の部分、実はこの長さというのは半径の長さなんですね。それに対して横の部分、横の部分というのは、ここの上の部分はここのところが来ていますよね。下の部分はここの部分がここに下に来ています。2つ合わせるとちょうど円周になりますから、円周を上と下で分けたわけですから、この横の部分というのは円周の半分、つまり円周割る2と、こういう長さになっているんですね。ではこの円を細かく切ってできた長方形、縦かける横の式にここの部分を入れていきましょう。長方形の縦の部分、ここの部分ですね。ここは半径ですから、まず半径ですね。半径かける横の部分、ここですね。円周割る2です。半径かける
円周割る2と、こういう式になりますよね。さてこの円周ですけど、円周は直径かける 3.14 という式で求めましたから、この円周の部分を直径かける 3.14 に直してみます。最初の部分は半径変わりませんね。半径かける円周の部分を直径かける 3.14 に直します。直径かける 3.14 割る2、こうなりますね。さてこの直径っていうのは半径の2倍でしたから、この直径の部分を半径かける2、この部分ですね、半径かける2にします。そうすると半径かける半径かける2、これは直径ですね、かける 3.14 割る2となります。このかける2と割る2、先に計算するとここの部分は1になって、残っているのは半径かける半径かける 3.14 ですよね。ね、半径かける半径かける 3.14 と、ね、この公式になりましたね。こうやって細かく切って長方形にしてみる、そしてその長さを当てはめると円の面積の半径かける半径かける 3.14 になるわけです。ですから半径かける半径かける 3.14 で円の面積を求められるということになります。皆さんは円の面積を求める公式はと言われたら、半径かける半径かける 3.14 と、ね、これがすぐさっと出てくるように、練習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。